エドモン・バンジャマン・ジャム・ド・ロチルドは、ロス・チャイルド家のフランス文家の一員であった。シオニズムの強力な支援者であり、彼の惜しみない寄付は、イスラエル設立に、重要な支援をすることとなった。パリ郊外のブローニュイ・コールビアンクールにおいて、ロート・シルト家の子孫である、マイアー・アームシェル、ロート・シルトの逸ツのジャコブ・マイエールド・ロチルドとベティフォン、ロチルドのバッとして誕生した。 フランス第二共和制とフランス第二帝政の時代に育ち第一次不仏戦争では遊撃隊の兵士として戦った。1882年夏パレスチナへ入植したユダヤ人の代表としてヨーロッパに派遣されたヨーゼフ・ファインベルク及び同行していたロシア人ラビと面会する。1924年新たにパレスチナ委員会を創設して パレスチナユダヤ植民協会と名付けた。1982年に発行されたイスラエルの9500シェケル紙幣に肖像が使用されていた。1877年にいとこのアーデルハイドと結婚し以下の子供を設けた。ありがとうございます。